Godzilla の誕生は避けられなかったかもしれない。我々がせっかく抹殺してやったのに。愚かな時代。救いようのない原始人どもだ。我々の怪獣をゴジラと戦わせろ。奴はもう一度我々のために戦ってくれる。エミ、貴様ら、何をやった？日本政府にプレゼントしてくれると言っていたコンピューターをな、破壊させてもらった。何だと？それで勝ったつもりか。我々はコンピューターもキングギルラももういらない。代わりにゴジラが我々の目的を達してくれる。核兵器の信奉者どもが復活させたゴジラによって20世紀の日本は叩き潰されるだろう。もはや日本の未来はない。タイムワープしたのか。まだだ。じゃあここはどこだ。タイムワープ、あと1分でタイムワープ。